皆さんこんにちは、 CG パークです。今回はブレンダーを使って綾波レイを作るタイムラプスと簡単な解説動画になります。今回は前編と後編の2部構成になり、前編ではスーツのモデリングからテクスチャ作業まで、後編では顔周りの動画になります。今回はテストとしてナレーションを読み上げソフトを使用しております。こちらの方が聞きやすいなどご意見あればぜひコメントください。それではやっていきましょう。今回はベースモデルとしてキャラクタークリエイターのモデルを使用しています。今回の制作にあたって検証したいと思い使ってみました。制約はあるものの、トポロジ頂点番号を変更しなければセットアップする必要がなくなり、Z ブラシで編集したモデルをキャラクタークリエイターに転送し、そのままアニメーションやポージングをさせることができます。ベースモデルについてはさておき、プロポーション調整するのにペイントで大まかな線を描いてスーツの下書きをまず行いました。またかなりざっくりにはなるのですが、髪の毛のラフモデルを作りました。ここで重要なのは、この時点ではクオリティを求めないことです。ここからブレンダーを使い始めるのですが、自分はブレンダーで無機質な部分をポリゴンモデリングし、Z ブラシで有機的部分をスカルプトモデリングした後、リトポ作業とトポロジを整える作業をブレンダーでやるワークフローをとっています。この方法が正しいというわけではなく、自分にとってこのやり方が一番合っているからです。もちろんポリゴンモデルやスカルプトモデル、どちらかで全てをこなせる方が早いとは思います。余談にはなるのですが、今回綾波レイを作ろうと思ったきっかけは、6月にあったガイナックスの破産したニュースを目にしたからです。グレン・ラガン、トップを狙え、そしてエヴァンゲリオンなど数々の名作を生んだ会社がこのような結果になってしまったのは残念ですよね。こちらのニュースを見た後、エヴァンゲリオンを久しぶりに見たくなり、鑑賞後、次作るのは綾波レイだと決めました。トレンドに合ったものを作る方が視聴者も増えるとは思うのですが、やはり自分が今作りたいものを優先させるのが YouTube を続けられるのではないかと思います。ここからリトポ作業をするのですが、使用しているアドオンはスピードリトポになります。こちらに関しては8割の動画で軽く解説していますので、気になる方がいればこちらの動画でご確認ください。こういうタイムラプス動画って見てるとすごく眠たくなりますよね。頑張って最後まで見ていただけたら嬉しいです。ここから以前から気になっていたリトポフローに途中から切り替えました。こちら初めて使用してみたのですが、今まで触ってきたリトポツールの中で一番使いやすいなと思いました。リトポフローの使い方に関しては多くの方が解説動画をアップしていますので、情報も多く、また使いやすいので習得まで時間はかからないと思います。おすすめです。この辺りからパーツごとに作ったオブジェクトをくっつけていく作業になります。
地味な作業になるのでますます眠たくなりますよね。リトポ作業はパズルをやっているみたいで、そこまで嫌いじゃないのですが、皆さんはいかがでしょうか。UV 展開をしたら、ここからシワをスカルプトしていきます。スカルプトする際に意識したのは、タイトでピチピチ感を感じるようにすることです。こちらでスカルプトの完成になります。テクスチャに関しては特に複雑なことはしておらず、基本的にスマートマテリアルからそれっぽい質感を選び、色を変えてアサインする程度でしたので、特に紹介する部分もなくすみません。こちらでスーツに関する動画は終わりです。最後までご視聴いただきありがとうございました。こちらの動画が少しでもお役に立てたなら、高評価チャンネル登録ぜひお願いいたします。
また後編の動画でお会いしましょう。さようなら。